ブルーディルさんの皆様こんばんは、ショーですということで、今回、月末予想じゃなくて月末のね、性能解説を、していこうかなと思います。はい、2人月末来たんですけど、まああの SR も入れましょうかね、せっかくなんで。はい、ね、ということで、まあ、まず SR からでいきましょう。ゆいちゃん最後で、ゆいちゃん最後でいきましょう。まあ、限定だけにしましょう。新アイドルの、かりんちゃんとかは、まあ、いつでも出るんで、とりあえず置いときましょう。今回、SR、限定 SR は、音羽さんですね。はい。完全に、ダメージガード。多分、クール3枚目ですよね。多分、おそらく、確か。なんで、まあ、クールだけでダメージガードを組めるようになるのは、かなり強い。ですね。で、あと、その、センター効果が、ライフ上昇ではなく発動率 30% アップなんで、例えばライフガードだけで組むパーティーっていうのがあるんですが、そちらのパーティーのセンターに、していただければかなり強いのではないんじゃないかなというふうに思っております。あのダメガ編成って結局はもう放置なんですよ。携帯、まあ、iPad の、まあ、端末を放置なんですよ。で、クリアしてある程度少ない報酬なんですけどもらうみたいな感じなんですね。常にダメージガード発動してる状態なのでっていうことができますと。じゃあそれの1枚になるので、音羽さんはかなり、取っといた方がいいんじゃないかなと思います。限定の中でも、はい、感じですかね。音羽さんは SR でも十分当たりだと僕は思います。はい、で先にアンズを言いましょうか。アンズはね、回復ですけど、アンズは回復でございますよ。はい、これでね、キャンディーアイランドが全限定で組める。あー豪華まあでもね、11秒間の高確率でパーフェクト3回復ということで、まあ確か11秒間だったよね、確か他のやつも。2周目は、確か。まあなんですけど、どっちしろライフ回復って1枚しか入れないと思うんで、まああんまり関係はないんですけど、まあ見ての通り、特訓を見ていただいたらわかると思うんですけど、どっちかというとダンス特化型の、回復でございますと。5000超えてるのでかなり強いです。なので、まあダンス、の今まさに今ダンス、ライブグループダンスバースト、来てると思うので、このダンス型のアンズ回復はね、まあほとんどの方入れてると思うので、入れても全然スコア伸びるんじゃないかなというふうに思って、まあスコアアップがついてないんで、まあその分やっぱり落ちてしまうんですけど、まああの普通のライフ回復入れるよりはまあ当たり前なんですけど、まあ、5000超えてるんでかなり強いですね、アンズは。はい、ということで最後ね、メインイベントではゆいちゃんコンボなのでございます。あのね、かなり月末の中だったらかなり強い方です。まあどこが強いかって言ったら秒数ですね。7秒ごとの高確率、この2つのキーワードが大きい。はい、この2つのキーワードがすごく大きいです。まあそれについてもちろん説明するんですけど、まああとはここの、ダンス値が、7063と、多分ダンスだったら、チャンミオの次に強いんじゃないかな。チャンミオはね、本当にね、ぶっ壊れてたんで、7300っていう。もう、なんで、まあ、あの、現環境で言うと、まあ、ダンス、そのチャンミオのセンターの、ダンス型のパーティーで、活躍できる、かなり優秀な、コンボなのでございます。まあ、あと説明しとくと、なぜ7秒ごととか高確率とかがなぜ強いのかっていうのが、多分分からないと思うんですよね。僕、動画で何回も言ってるんですけど、多分、ハテナ、マークを掲げる方が多いんじゃないかと思って、ちょっとこの機会を借りて説明します。ですね、同じ種類の、特技であった場合なんですけど、秒数が被ってる間は、高い方が優先されますと。スコアアップ値の、高い方が優先されます。なので、だいたいパーティーで組むときは、コンボナ2の、スコアアップ3で組むといいっていう風に言われております。で、7秒ごとっていうのが、で、秒数間隔が少ない方がいいんですよ。正直っていうのは、7秒終わってでちょっと置いてで7秒また発動してっていう、このクールタイム、まあその何ですかね、発動してない間の時間帯も少ない方がいいですし、で発動してる間の時間が短ければ短いほどまた次に発動する時間も早くなるのでっていうことで、この秒数が短い方が、まあ、このデレステ内ではかなりいいです。で高確率っていうのも、まあかなりの高い確率、まあ特技レベル10だったらバンバン発動するような感じで大丈夫です。でわずかは別に正直別全然大丈夫です。そこは短くなってる、これで長かったら本当にぶっ壊れてつまじで、はい。なのでまあ高確率なんですけど、高確率で 15%
まあ、そのコンボボーナスの値値の 15% っていうのはちょっとまあ低めではあるんですけど、まあ、そのしょうがないです。7秒ごとで高確率だったら 15% が妥当だと思います。僕は、まあ、でもまだ高いと思いますよ。なのでまあそうですね、高確率であるからこそ、はい、かなり発動してしつつ、コンボボーナスとしての役割が果たされるというふうに、思います。はい、ダンス型の特化であったら、かなり強いんじゃないかなっていうふうに思っておりますと。はい、センターでも全然大丈夫ですよ、ダンス。ユッキーとか入れていただいて、あとひなこちゃんとか確かダンス特化だった気がするんで、全然それでも全然もしチャンミを持ってなかったとしても全然使えます。でまあなんですけど、まあ、結局のところじゃあ引いた方がいいのかっていうと、ここもなんか悩ましい答えなんですよね。やっぱり聞かれると思うんで先に言っておくと思うんですけど、ここは正直、まあ、多分シンデレラフェスでヒーヒー言ってる人の方が多いと、まあ、僕は思うんですよね、この時期。まあ、僕も実際そうです。この後、7時に、ガシャ動画はもう、ガシャも撮っといてあるんですけど、僕は。ということで、ゆいちゃんはね、ただね、まあ、なぜ、引かなくてもいいかな、引いてもいいのかなっていうところで言うと、まあ、引かなくてもいいです、正直。環境ってどんどん変わると思うので、であとダンス型の特化が今、あと交渉だと2人かな、2人だった気がするんで、あ、じゃあ3人だ、ごめんなさい、キラリもいました、キラリもいましたね、ダンス特化なんで3人で、まあ、でコンボナのゆいちゃん、多分そのダンス特化でがっつり組みたくなってくるってなってくると、またコンボナのダンスパッションのが必要になってくるわけですよ、組みたい場合はね。そうなってくると多分いつ来るか分かんないんですよね、正直。でだったら今持ってるコンボナ持ってない、持ってる人はね、でそっちの特化を優先的に狙ってった方がいいと思うんですよね。課金って、僕は今あれですよ、話してるレベルはあれですよ、課金があんまりできない方っていうか、まあそのね、まあ、20連30連 毎回引いてるぐらいとか、もう全然引けないとか、その感じの人たち一点狙いです。まあ、一点狙いするってことですよ、ガシャとどこかでっていうところで言うと、今回じゃないとは思います。強いんですけどね、すっごくゆいちゃん強いんですけど、まあでもダンスの、ファッションっていうのはまだまだあまり充実していないというところで、まあチャンミを持ってたら引いてもいいとは思うんですけど、チャンミを持ってなかったら、正直引かなくてもいいんじゃないかなというふうに思う。無理して引く必要はないかなというふうに思う。無理して引くんだったら、僕は1周年の、シンデレラフェスじゃない、1周年何かしら来ると思うんで、1周年か、まあ、9月末に来るシンデレラフェス、まあ、おそらく9月末に来るであろうシンデレラフェスに備えておいた方がいいんじゃないかなというふうに思いますね。はい、まあ、ただね、今月何来るかが本当に分かんない、そこなんですよね。今月何来るかが本当に分からないっていうのは、ですね、まあ、5月サプチケ、まあ、スカウトチケット来ましたね。6月シンデレラフェス、ニュージェネレーション決定。今月7月何来るか分かんないんだよな、本当。もう限定復刻来るんじゃないかなっていう予想もしてるんですけど、まあ、そうなってくると、もう僕の一周年まで取っといた方がいいよって言葉は完全に消えるので、はい、皆さんもし限定復刻今月来たら、それをぶん回してもいいと思います。はい、以上、今回の、かなり長くなってしまったんですけど、ゆうちゃんの性能評価と、まあ、ガシャ引いた方がいいのかっていう話でございます。はい、では、まあ、合唱動画も上がると思うので、ぜひそちらの方も楽しみにしていてください。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。